せーの、フジマニガールズです。31回、もうそんなにやってるんだ、すごい。といったわけで、今日は、はい、じゃあ、ちょいちょい名前を左から。左から、皆さんからみたいなので、じゃあ、こっち？あ、こっち？あなたからだよ。はい、バカンスです。今年の秋したいことは、ミステリーツアーに行くことです。ミステリーツアー？はい。ミステリーツアーって何ですか？え、あの行き先がわからないままそのバスに乗って観光する。あ、はいはいはい、まさかのなんとかプレゼント丸々プレゼントっていうのを予想しながらワクワクしていくのに、今年はぜひぜひ行きます。はい、意外と当たりだったですね。そうなんだ。自分で行く。そうなんだ。そんなもん見えないんじゃない。あれ、あ、そうなんだ。国内ですからね。国内である程度わかりますよね、行ける範囲でね。確かに時間で分かっちゃう。そうですね、はい、じゃあちょっといろいろ予想がつかないところに行きたいと思います。ミステリーツアー行きます。はい、面白そう。お願いします。はい、お久しぶりです。久しぶり、はるなです。こんばんは。今年の秋ですか、やりたいことは、紅葉に行きたいです。あれ、さっき紅葉に行きたいです。紅葉を見に行きたい。はい、見に行きたいです。もうなんか随分乙女チェックになってますけど、え、なんかもう、え、さっきは焼き芋大会したいって言いましたけど、紅葉見に行って拾うんでしょ。そう、紅葉を使って燃やして焼き芋みたいな。そうですね。そうです、そうです。はい、もみじも増えるし、そう、紅葉も増えるし、うん、っていう、うん、うん、そんな感じ。失礼しない方がいいですね。はい、よろしくお願いします。はい、トットです。今年の秋したいことは梨狩りとかぶどうもぎ狩り。いいですね、ぶどう狩りみたいな、うん、とか、なんかそういうちょっと野生的な。野生的ですか、え、梨狩りぶどう狩り。紅葉行って、うん、紅葉行って梨狩りする。そうですね。あとキノコ取りとかやってみたい。なめこですね。なめこ、キノコ取りとかもやってみたいです。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。美人ポッツァ。まあ秋はね、うん、食欲の秋。はい、はい、皆さん何の秋ですか。食欲です。3人揃って。だってお通し物ばっかしありません。秋ってお芋美味しいよね、やっぱり。栗ご飯、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 あ、いいですね。果物もさ、秋はいいよね。おいしい果物、梨とか。あれ、柿っていつ。秋、秋、柿って、うん、秋ですか。柿、秋ですかね。柿大好き。実りの秋ですか。桃も今じゃない。今、桃も今ちょっと前ぐらい。はい、うん、5個で300円とか売ってますよね、桃ね。あ、なんかマニゾク死んでるけど、ね、あれなんかこの間って感じでしたよ ね。駅前でよく売ってますよね。売ってますね。じゃあ場所チェックに参りましょうか。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。じゃあ私から行こう。ここら辺でいいでしょうか。今日は今日はね、秋みたいな、あーちゃん登場でーす。いらっしゃい、あーちゃん。今日はそう、秋を先取り、もうちょっとで秋なので、この次ファッションチェックで、うん、紫の羽のネックレスと、あとは茶系でまとめてみました。秋だね。うん、どうしよう、夏できちゃった。私、うん、お前いつもバカンスだからしょうがない。なんかね、うん、夏は似合わないじゃん。そんなことない。うん、そうだね。夏のイメージはないよね、トットちゃんには。秋が好きだし。秋っぽくない。冬、色が白いですね。確かに冬、夏、冬だな。冬だな。雪見で冬が楽しみです。何月までですか、ちなみに。11月まで。あ、冬だ、ほら、あ、冬だね、そうだね。夏は嫌だ。春だ。春だから春なんですか。あ、それよく言われるんですけど、そうなんですかね。違うんですか。
お父さん春男って言いますけど。なるほど。おばあちゃん春子、あ、おばあちゃんに春子がいました。春子さんが。すごいですね。うん、春何、子供春何番ですね。春春春春。春春春。どうせ、画面、トトちゃんが今、パチクしてる感じで。あ、ごめんなさい。私はそんな感じで。かわいいね、やっぱり。あ、さきだ。イエス。あちゃんに、いっちゃいなよ。あちゃん。自己紹介をしながら、はい、鼻水を吸って、あーでーす。あーでーね、さっきのね、トットちゃんとは全く違う夏女です。イエーイ。イエーイ。夏女。ね、夏っぽいよね、本当に。で、あ、そうだ。この秋したいこと？この秋したいことは、うん、勉強を頑張りたい。どうしたの？何なの？どうしたの？何なの？違う。何もないけど、そう、しっかり自分のやりたいことを貫きたいと思ったナウです。ナウです。今か。思った。ナウ。そう。何かあったんですか？なんかいろいろね。いろいろね。ちなみに何の勉強を極めたいんですか？管理栄養士のお勉強。真面目な。そう。管理栄養士に、を国家試験3月受けなきゃなんないんで。おーおーおーおお。勉強してるの？そう。それで学生だから。うんうんうん。それを頑張るの、私は。いや、頑張って。頑張れ。頑張るよ。頑張ります。後ほど聞こう、そのエピソードは。聞こう。いいの？まあね、なんかあったね、なんかあったね、あっちゃん。ちょわかりやすいって言ってた。ちょっとね、今見てる皆さんもぜひあーちゃんに聞きたいことを。そう、聞きたいこといつでも答えます。あ、そうですね。今日はこの中に着ている T シャツは自分で切っちゃいました。後ろも。前は違うやつ。面白いと思ってた。なんかね、パツンパツンで、ちょっと着心地悪すぎたから、切ったらこんなになっちゃって。そう、後ろがね、さっきバイト中に奥さんに言われたんだけど、穴開いてるじゃん。あ、開いてる。なんかさ、良くない？いいよ、いい具合に出てるよね。しっかり自分で見てないんだ。あ、そうなの？え、すごくいいよ、それ。普通に断ち切りバサミでやったの？普通のハサミ、オレンジ色の。あ、普通の断ち切りバサミでもないんだね。へぇー。普通のハサミ。普通のハサミ。あと何だろうかな。大胆カット。でもね、この中のチクチクがとっても痛いんです。なんかキラキラしてんの。あー、豆みたいな。すごいね。で、それが痒いからちょっと痒い。まあ、おしゃれの我慢だよね。そう、おしゃれは我慢です。髪の毛もなんか前回よりさらによく気づいてくれましたね。そう、昨日海入ったらピンク入れてたのが全部抜けちゃって、オレンジ赤いやつ入れたら綺麗な色になったけど、もう黒くします。もう黒くするの？タイから。タイに行く。あ、そう。タイは黒い方がいいのか。なんとなくね。もう気分、気分、気分、もう気分。そう。気分、気分。そう。気分だね。気分。そんな感じですね。はい。はい。では、あーちゃん、一緒に回って。はい。お願いします。よっこいせよ。あるにゃ。にゃんにゃん、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 久々だな。にゃんにゃん、どれぐらいぶりだ？3週間ぐらいです。ああ、そうなんだ。本当に痩せたね。夏バテしました。痩せた。夏バテしたわけですね。顔がこうこけてしまって、顔がこけてしまって、先の人に心配されてるんですけど。そうなんだ。心配されているナウ。ナウ。なんでもない。そんな感じだ。ナウ、どうだ。ナウ、かわいいよ。ここのさ、キラキラがね、肩のキラキラがかわいい。あ、ほんとだ。チャームポイント。これなんか私大好きなんで、この肩にこうなんかこうあるショルダー、パワーショルダーとか、パワーショルダーとか、あとなんだろう、こうシャーンって出てるやつ、肩から
ビートルズ的なね、あビートルズじゃない、まあ、そんな感じ、シャシャシャってる感じが好き。どうバカンス、かわいい、髪型に合ってますね、ボーイみたいになってたけど、うん、のそう髪伸びたんだよ、短いからここが目立ちますね。あそうですか、肩がとてもよく生えてとても似合ってると思いますよ。す嬉しいです、かわいいと思います。ね、髪伸びたよね、髪伸びた、すごい伸びた。これ夏だから伸びるってお母さんに言われたけど本当ですか？本当ですよ。本当ですよ。うん、そう夏だから伸びるんだ。夏は爪が伸びるのも早い。だから早いの。そうなんだ。そうなんですか。なんか最近新陳代謝とってなかった。新陳代謝が。ああ、そうなんだ。はいはい、じゃあ早くおばあちゃんとかなっちゃうじゃないですか。おじいちゃんならない。ならないのでは。ならないのではないですか。早いから私だけスケベなのかと思って。みんな早いよ、ね、でもさ、女の子は逆なんじゃなかった、そうそうだそうだ、夏の間みんなスケベってこと、じゃあ女の子は違う、伸びるのが遅い方かって聞いた。あ、そうなの、うん、スケベだと、じゃあスケベじゃないということですね、そうそうそう、私そういうこと、まあ、そんな感じです、うん、そんな感じだ、はい、いいけどな、はい、じゃあぐるっと一周してな、はい、巻きついたぜ、マイク、こういう格好に似合う子になりたい、やってみた、やってみる、うん、やってみよう、やってみ、これでも私これやったら似合わないと思う、結構交換してみる、うん、意外といいかも、交換してみるとか面白いかも ね、うん、全然違う、ね、意外といいかもしれない、みんなオール、ね、最初それで出てってことでしょ、うん、だから今日のこれですって言って特価エクスしてくるの面白いでしょ、ちょっと新しいかもしれない、うん、こ次やろそれ。次やりたい。行動的じゃバカンスかも。はい。バカンスちゃんのは着れないもん絶対。着れるよ。着れるよ。だってバカンスで。夏になっちゃった。すいません。はい。バカンス。すいません夏で、うん、まだ夏です。バカンスですからね。気分夏です。はい。そうだ。そうだ。そうだ。味方に眼帯っていう。そうなの。そうだよ。え、いつから独眼流になったの？でもあのね、おとといも細菌性結膜炎になっちゃって、目すごい腫れ、後で写真見せるね、すごい目になっちゃって、目がすごい腫れちゃって赤かったんですよ、うん、昨日まで、それでお仕事とかも行けなくて、あのバイト今そうなんですよね、ウルトラマンフェスティバルに、そうですかね、まばたきあんましないからだと思いました、まばたきあんましないから、あんまり、なんかあんま気にしないでこうあーって開けちゃうから多分目に菌がいっぱい入っちゃったと思います。なんかでも小さい時眼帯に憧れてたんだけど、私も憧れてたのだからね、ちょっとね嬉しかったの、うん、でも浴衣とかにしてみればよかったのに、怖くなっちゃったから、なんかさ白じゃなくてなんか黒いやつ、そうそうそう、伊達政宗ってでしょ、そう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 、なんか言ってなかったんだよね、そういうの、あそうなんだ、うん、薬局に売ってればいいのにね、かっこいい眼帯、ね、かっこいいね、なんか名前とか入れたよねあでも今日はしてないです、終わりました。そうだな、今日は暑かったので、暑いよね今日、外暑いよね、そうだよね、暑かったので、夏っぽくしてきましたけど、ちょっともう8月終わりなのでちょっと失敗したなって思ってるんですけど、いや生足いいよ、トゥルトゥルだね、生足、今タイムラインでムツゴロウさんが足細、足長って言ってました、あのあざだらけになっちゃって、蚊に刺されてるのがちょっと気になっちゃう、すごい、ここ見てここ見て、ここ膝あざだらけじゃない、あざだらけ、うん、あのウルトラマンフェスティバルでバイトしてたんですよ、バイトしてて池袋で週5、6ぐらいしてたんですよ、それであのなりきりムービーっていうので担当してて、子供と一緒にこうなんかいろんなこうウルトラマンゼロになりきるためのこうポーズとか教えたりするんですけど、子供目線になるときに膝立ちするんですよ、そのなんでこうだよたたた、はい、そう、できた、はい、なんとかくん、じゃあもう一回やろうねっていうのをずっとやったら足にちょっと筋肉がついて、あざだらけになっちゃうんだ、だからすごいね、すごいんだよ、あざ、ちょっと数えよう、後で数えよ、ね、そう、やばいでしょ、ぶつけんの、カメラにバンってぶつけん、数えよう、こっちだよ、バン、あ、ごめんねって言って、だから後で数えてください、はい、そんなバカンスです、お願いします、あんま近くで見ないでください、はい、一周回ります、ありがとうございます。あ、はいはい、こちらでね。あ、なんだ。そうだよ。Thank you。OK。すごい。OK。ちょっと近くで見てください。すごいから。はい。というわけで、ファッションチェックのコーナーが終わったので、じゃあ今日はなんと生
マルス岡崎さんが来ていただいているので、マルスの岡崎さんと呼びましょう。はい、せーの、マルスの岡崎さん、イエーイ。出てください、ぜひ。せっかくなので詰める、詰めようか。はい、すいません。うん、真ん中、真ん中。はい、そうですね。あの、実はこんなお菓子を。わ、すごい。素敵な。すごい、すごい、すごい。すごい、すごい、すごい。すごい。はい、いただきます。すごい、これ。すごいんだけど。これは、これ実はね、ひな菓子と言いまして、これは実はひな菓子と言いまして、はい、じゃあ、あ、そこに物撮りが、まあ、いいや、はい、置いてありますが、あの、実はですね、おひなさんの時期に、あの、果物とか、お寿司とかお菓子で作ったりするんですよ。はいはいはい、その、まあ、あの、一環で。で、あの、いや、あの、わざとらしくこう皮が剥いてあるでしょ。この辺がね、こういかにもでしょ。すごい、すごい、中までちゃんとみかん。もったいない。でですね、今日はただ食べるんじゃ面白くないということでございますので、皮剥いて、いや、皮剥かないみたいな。そんな難しいこと。実はですね、これがですね、ロシアンルーレットになってる。さあ、誰が当たるんだろう。今5つ配ったうちの4つは甘いお菓子です。さあ、1つは何でしょう。ちょっと待ってください。あ、嬉しい。それがいい。わさびとかだって。なんだ、でもいる。できれば、あの、小さく作ってきたので、一口で。まあまあ、一口が無理でも、じゃあ3分の2ぐらいパクッといってみましょうか。そうです。そうしよう。もうちょっとじゃあ、パオゾーも行った方がいいんだな、これ。で、これどうしましょうね。あの、タイムラインで、あの、誰が行くかを当てていただきますか。嘘。もう嫌なんだけど。すごいドキドキしてきた。嫌なんだけど、どうしよう。タイムラインの、皆さん。怖い。もう本当嫌だ、こういうの。私も昔こういうのやって一回当たったことあるんだよね。あの、この間はほら、あの、優しい若旦那だったけど、今日はあの、ブラック若旦那で来てる。黒い。怖いよ。黒いし。怖い、怖い、何、怖い。匂いだけじゃわからないですか。匂いだけじゃわからないでしょうね。何が入ってんだろう。わかんない。美味しい匂いがする。本当だ、美味しい匂いする。でも怪しい匂いがする。で、あの、マニゾー君の、あの、あれで、タイム、あの、あの、スタートで食べますか。どのまで食べますか。じゃあ、とりあえず、タイムラインの皆さんに誰がババを引くかというか、そうですね、一応言ったんですけど、せーので行っちゃいましょうか。もう行けますか、見なくて大丈夫ですか、はい、じゃあ3分の2ぐらいにしよう。3分の2ってどのくらいだ。最後ちょっと怖いよ。わー、私もナイスリアクション。怖いよ。あ、ちょっとストップって。怖い怖い怖い。あ、ちょっと皆さん、ちょっと全員が普通のふりをする。ああ、いい、それいい、え、できるかな。で、当てていただく。なるほど。そうしましょう。はい。じゃ、演技力に。うん。なんだろう。所有力。え、じゃあ一人ずつ取った方がいいですか。大丈夫、一人ずつ。ああ、それでいきますか。うん。なるほど。そうしましょう。でもなんか辛いのかとか、辛いのかとか、ちょっとそういう情報が。辛いだったらどうしよう。辛いのか。辛いんですか。あの、どっちか言わないと。はい、うん、辛いの？じゃあ、いただきます。せーの。おー、ポカフェイス。ポカフェイス。はい、いきますよ。せーの。いただ
ただきます。せーの。丸そう見ながら食べる。おー、じゃあ埋蔵くん、埋蔵くんちょっとこっち、どっち、自分の方いただきます。これ何が入ってるの？わさび入ってる。わ、本当だ。本当だ。黒いもん。こう。わさびの匂いする。嘘。すごい。ほら、わさび。お茶がないと。あ、そう。わさびだ。本当だ。超わさびだ。超わさびだよ。すごい最初からね。すごいね、演技力。全く。うん。美味しい。でも大丈夫ですか？はい大丈夫だよ。全然わからなかった。そんなねなには当たりなんで、はい、これ以上嫌なことは起きない。え、すごい。ありがとうございます。すごい。もらえたんだ。お守りらしいんで開けてみてください。鼻すすってる。かわいい。かわいい。すごい。かわいい。かわいいやつですね。かわいい。すごいすごい。守りがいるんですよね。よかった。よかったよ。よかった。おめでとう。大丈夫か？本当ですね、びっくりした。かわいい、これ、ありがとうございます。すごいかわいい、これ。すごい、すごい。亀の味、亀好きなの、このハワイみたいな。うん、つける、これ。そうですよね、そうですよね。え、何、最初辛くなかった？え、でも、最初から辛かった？マジか！大丈夫。最初ですか、はい、辛かったです。あ、そうなんだ。すげえ、ちゃんと飲ました。ビーンってきました。横からすごい緑が見えて。嘘。で、匂いが、匂いしなかった？大丈夫だった。本当に匂いしたもんだって。わさびって思って。でもね、二人食べて、中見たんだけど、ちょっと分かんなかったんだよね。あ、そっか。角度的に。でも私も最初、え、ずんだと思って。うん。なるほど。うわい。さすがですね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ただマルス岡崎さん、ちょっと恐ろしいクリームを持ってきていただきました。ちょっとマルスの後ろ手をトットさんお願いします。はい。あ、写真変わっちゃった。写真変わっちゃった。前のやつになっちゃったよ。はい、情報とか読めますか？見ないと読めない。見ないと読めない。じゃあ、はいはい、あ、藤沢市。あ、こっちとか持ってっちゃう？こう、紙芝居的な。あ、そっか。そっか。大きい声出しちゃった。こうだね。こうして。こうして。藤沢市羽鳥3丁目20-9。電話番号が0466-36-7938です。で、ホームページは、http://marus.shop-pro.jp で、7時半から19時で、火曜日定休日です。はい、はい、ありがとうございます。マルスのアドレスは今タイムライン下げておきますので。
はい、わさび入りは売ってませんね。あの特別なオーダーしたらお願いしたらやってくれたりしますか。おー、本当ですか。うわ、直接もらう。なんか、あっちゃんとかに並んで、ねえ、ねえ、全部ね、入ってるみたいな。だってこれすごいな。おっさんしやー。なるほど。はい、ちょっとタイムライン読むんでもいいですかね。はい。ムツゴロウさん、はるなちゃん、その表情いい。ちょっとまだ寝てた声ですね。本当ですか。あとはですね、エチサトさんがわさびじゃなくてわびさびが効いてたねっていう、うまいんだ、眠くないって言ってたんで、お兄ちゃん見といてくださいね、もうちょっとちゃんと。マガルサギさんが、地味に鼻が広がった、泣いて喜ぶほどのプレゼントだったらしい。ちょっとプグッとね、あ、プグッとやっぱ分かっちゃったかな。はい、プグッとなった感じですよね。はい、あとマガルサギさんがザ・テレビジョンの表紙撮影かと思ったって言ってました。メモ持ってた。あ、メモじゃないですけどね。おー、そんな感じですかね。はい。マガルス、あ、ムチゴロウさんは、誰が馬王引くか当てましょうと言ったら、オレンジ着てるから、あーちゃんって言ったんですけど。おー、大丈夫でしたよ。全然ね。ね、平和なお味で。そんな感じでね。そうですね。そんな感じかな。あとね、ムチゴロウさんが、指輪入ってない？全部食べてみようかっていうふうに言ってますけど、指輪入れたいっていうのもできますか？ありますか？はい。友達プロポーズするのに指輪入れてくれって言って、その時何入れたんですか？カステラ。カステラに入れるって難しくないですか？沈みませんか？へぇ ー、 へー、 へー、 あ、 ーそ、あ、そっか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 、針が、針が入ってる。めっちゃサスペンスなのね。ケーキとかたまになんかね、あの話してますけど、和菓子もありってのは面白いですね。ね、何でもできますね。すごい、さすがマルス、スノウェブを今作業。マルスのウェブちょっと工事中ですか？そんなことないですか？あ、ちゃんとしてない、大丈夫ですね。了解しました。はい。はい、エチサトさんに今、店の情報をスケッチブックに書いてほしいって言ったので、はい、次回そうします。すいません。はい。大丈夫か。春菜、今度目が広がってるよ。2倍ぐらいに。大丈夫です。大丈夫ですね。私はもう、はい、お寿司とか、うん、全部サビ抜きで頼むんで。前言ってたよね。さすが、なんか、持ってるよね。やるね。うん、びっくりしましたね。これ1年で食べないですけど、はいはい、1年の摂取量を全部今。あ、なるほど。こういうの大人の階段って言うんだよ。え？あ、食べたみたい。あ、なるほど。すごいフリーズをね、してくるね。やれるかな。あれ？でも、辛いの平気だよ。あ、もう。じゃあ、行けちゃう？大丈夫、絶対。ね、はい、次。どうだ。これ結構くるけど、結構くるけど、結構くる。ちょっと前向いた。結構前向いた。あらちゃん。大丈夫。でもあれ、ノックンだから平気。ノッコンだから平気。そうそうそう。ノコム、ノックムって言わないんだよね。静岡の。うん、そう。もうそれね、ゲップすると大変なことになるよ。ちょっと本当？え、でも全然平気。すごい。だからそれ全部、あの、甘いので、口の中で下べらでこう、ぐるぐるってまとめて、ごくんした。すごい。ちなみに、わさびは、いっぱい食べても、湯は出したりしないそうだ。そうなんだ。確かに。あ、さすが。さすがよ。ありがとうございます。だってすごい目がシャキンとしましたもん。シャキンとしたよね。ね、さっき。いや、本当に。そっか、そうだよね。うん、全然平気だ。え、すごいね。でも、私半分以上それ食べたから。そうだね。あ、そうだよ。だから全然だった。あ、なるほど。でもいっぱい来てたよ。
非常に強い。はい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 、そうですよね。あのちょっと一応ガールズチームなのでね、あのガールズたちを虐待してしまうと一回喋れなくなっちゃう。まあ、こんな感じ、これからはいろいろゲームも盛り込んでいきたいと思いますので、私こういうのいつもこういうオチなんですよ。やだね、はい、これ燃えたかいいけど、すごいね、かわいい、かわいいね、これ、はい、かわいい、これ番号つける食べたからね、こうやって本当だよね、うん、シェアしようね、そうそう放送のたんびに ね、はい、といったわけで、はい、写真の方です。はい、じゃあ誰から行こうか。いやいや、ドット様。誰から？これあーちゃんから。あーちゃんのそれすごい気になってる。うん、気になる？そう。気になる。気になって気になって。あれ、あれずっと押すんじゃないの？ずっと押すの？てか置いてこ。ほら、サファリが動き出したからそれで。立って。そうなんですよ。じゃじゃん。それすごいよ。うん。見て見て、はい、それ何ですか。私これお口直す。キャッシュカードの支払いが来ましてですね、この前チャリをさ買ったって言ってたじゃん、うん、それをまずキャッシュカードで買いの、フットサルのシューズを買いの、はい、まあ、趣味でみんなで友達とやってて、でフットサルシューズ買いの、服買いの、うん、タイの旅行、これで払いの、うん、してたら、こんな9万8千がわってきて、ちょっと待ってよと、ちょっと桁、まあでもあた、ね、まあまあいいやって思って支払いにファミマ行って10万下ろしたの、その場で、うんうん、ここからで10万下ろしてレジ持ってったら手数料315円かかりますって言われた。はいって言ってやり取りしてたら、お財布の中に戻ってきたのが910円しか戻ってこなかったの。10万下ろして900円しか戻ってこない。なんでこんな静かなの。大丈夫、大丈夫、大丈夫。でも今回の今月のバイト代が同じぐらい入ったから、うん、いい、めっちゃ働いてるね、うん、そうすると、そうだからね、一番なんかさ、人と一緒でさ、頼っちゃいけない人に頼っちゃった感じ。そうだ、ね、そんな、そう、そんな感じ。そうだよね。まあでも若いじゃんね、いろいろやんないといけないですよね、こういう散財とかもね。私も使いすぎちゃう。でも旅行代入ってこれだったらやるもん。そう、対7万だったし、うんうん、だから、まあいい、しょうがないよ、だって全然安いね。逆にね、ちまちま払ってるよりは安く感じちゃった。オッケー、うん、大きいもの買ってるしね、形に残ってるもんね。そうそうそう、まあそんな感じかな、うん、で、思ったか。そうだね、すごい。そうだね、タイはいつから。タイは1日っていうか2日の午前1時に羽田から出るんですけど、なんか台風が来てるやらなんやらと、はい、でちょうど多分ドンピシャに当たっちゃっていけるかな、これ最後にしようみたいなね。ジュリアが一番嫌なのは飛び立ったんだけど、そう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 、はい、U ターンします、ね、それにならないように皆さん願っててください。はい、願っておきますよ。次、はい、では次の写真いきます。これはい、私です。これは土曜日、うん、代々木上原に行って、うん、これを買うために代々木上原に行ってきて、うん、代々木上原って小田急線。そう、小田急線、うん、代々木上原なんかに何があるの、雑誌とかに載ってるくるみのクッキーくるみのクッキーを売ってるお店があって、うん、で結構普通になんか なんだろう、開けた場所にあるのかなと思ったら、普通に住宅街をテクテクこう行って、でなんか坂登るのとか思いながら行って、でなんかちょっと大通り、あの駒場灯台があって、灯台があるのね、うん、はい、でその近くにあったんですけど、そう、これを買いにわざわざ行きました。クッキーですか。そう、クッキー、スノーボールって分かる、うん、粉砂糖、粉砂糖無印のやつ、大好き。そんなにわさび入ってない、本当にわさび入ってないわさび入ってない。そう、なんか箱がいろいろ選べて、
でなんかあの箱が選べるの？そう選べるの。でその中に入れるの？そう自分の好きなもの？あのなんかクッキーなんだろう色クッキーも何種類かあって、うん、でそのクッキーによって箱が違うね。スノーボール。なんか選べる。大好き。これ可愛いよ。可愛い。缶？箱？箱？箱？紙の箱。可愛い。何？竹内さん。竹内さんだ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今スペシャルゲスト、ミスター竹内が竹内がしたけども、ハイテックさん。いらっしゃいましたけども、なんで引き続き写真を撮りましょう。まあ私はそんな感じで。まあ迷いましたけど、いいとこですよ。代々木上原。前じゃない。そうだ、前ね。代々木上原と。そう、いいところだ。なかなか降りないよね。かわいい。立って。代々木上原。あ、なんか来た。じゃが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 。じゃーん。はい。私です。今日はみんな、ね、やっぱりみんな外に出てやってる中、私はまあ外出ました。トイザラスに行って、BSP 買った。BSP 買ったね。おめでとう。そう。嬉しい。BSP デビュー。BSP デビューしました。今いくらだっけ？15,000円。あ、バルーパックを買って16,000円とかだった気がします。はい。これすっごい面白い。そう。モンハンでしょ？モンハンは持ってますけど、モンハンよりもちょっとハマってるものがあって、そっち今戦国バサラやってます。あよく聞きますよね。戦国武将にハマっちゃって、はい、卒論より戦国武将の勉強がはかどっちゃってるんですよね。私今武将、はい、武将ギャルですよね。歴女ですか？歴女です。誰好きなの？伊達政宗が好き。ああ、まあ好きなのね。あともう一ついて、長宗我部元親が好きなの。そうそうそう、知ってますかね？全く分かんない人です。四国の人です。四国の人です。四国の人ですね。トンボキ、あ、なんか知ってます。槍ね、あの、そういうトンボが止まって、ペイって着いたらトンボが真っ二つになったっていう伝説から、そういう瞑想なんですよ。いい槍なんですよ。そうなんですね。槍を持って、長宗我部槍持って、さっき織田信長と戦っているところトトちゃんがずっと横で見てました。でも長宗我部で何回も言いますね。長宗我部、長宗我部って呼んでください。じゃあ長宗我部、長宗我部、長宗我部、元近、元近、元近って呼んでください。じゃあ今度から私のこと元近って呼んでください。今度の名前元近。それかまあ独眼流ではないので、独眼流ではないのかな。なので好きすぎて来月仙台に行ってきます。すげえ。ガチだな。そんなハマったの。ガチ劇場になり始めたな。最初妹と行こうと思ってて、うん、で両親にその話をしたところ、いや行くよって言われて、まあ、お父さんは平泉が見たいって言ったので先に平泉岩手に行って、帰ってきて鳴子温泉に入って、まあ、松島も見て、はいはいはい、はい、すごいな。なるほどな。劇場、劇場、いや戦国本当にね。コスプレできますかね、向こう行ったら。いいね。できると思うんだけど。いいね、戦国バサラ的なあ、じゃなくて、あの本当に伊達政宗が好きです。あ、そうなんですね。はい、ちゃんと伊達政宗が好きです。あ、ならまああると思います。はい。そんな感じでは元近って呼んでください。来週から元近って出よう。元近にしよう。あ、長宗我部がいい、やっぱり長宗我部、長宗我部、長宗我部ってでもなんか覚えると気持ちいいね。これ横か、うん、長宗我部出たよ、ほら横だ。すごい、なんか、ね、これね、まあ、そうなんだよ。よいしょ、かたいの子かわいい、これ。よいしょ、はいはい、バカンス、バカンスです。はい、これこれ何これあのさっき言ってたウルトラマンフェスティバルの時の服なんですけど、うんうん、あの結構テンションをずっとマックスで維持したまま仕事してるんですよ。7時間8時間ぐらい、うん、疲れそう。すごい。それで全部ずっとテンション上げて、で子供がいない時もずっと声出して、こうなんか今やってますみたいなずっとやってて、それであのウルトラマンゼロっていう今キャラクターが今やってるんですけど、それのそうゼロって宮野守なんだけど声が、うん、そう宮野守なんだ。守る来たんだよ。それでマモルン来たんですけど、本当に宮野守さん、そうかっこいい。かっこいい。
あ、この写真、この写真、そう、それで、で、あの、そのなりきりムービーっていうその一つの映像を作るんですけど、それの中でその宮野守のセリフとか、そういうセリフを全部2分ぐらいのを覚えちゃって、うん、一人なりきりムービーとかってやってて、ドヤ顔をやる機会がすごいいっぱいあるんですよ。それでこれドヤ顔うまくなったよっていう記念に撮った写真やってる、こう2万年早いぜとかってやって一人でこうやってるのを撮ったのが見よ見よ見よ、これが宮野守さん、宮野守さんがドヤってる、ね、うん、隣の声でドヤ顔でしたい、ドヤ顔で今こんなだよ、卑猥な写真しか撮んないこの子それでプリクラとかも普通の写真とかもこういう顔ばっかりで、うん、今は、うん、へー、であの38日間ぐらいのバイト、うん、1ヶ月ちょっとのバイトだったんですけど、うんうん、もう本当に28日とかすごいいっぱいいて、うん、で毎日毎日ウルトラマン漬けだったので、あとなんかムービーじゃなくてウルトラショットっていうウルトラマンと写真撮れるコーナーもあって、すごい、なんかそう40分ごとにウルトラマンどん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 変わっていろんなキャラクターが出てくる、うん、そうキングとかいるんだよ、え、キングってこうやってるのとか知ってます、ウルトラマンキングとかウルトラマン母もいますね、うん、そうお母さん、母出てこのチチとかタロウとかメビウスとか、うん、ラグルとかもすごい、セブンも出てきた、え、それ本物、うん、まあ、本物じゃないかな本物だよ、本物、本物だね、そうそうだね、そうちゃんとそうか、マジキだ、そうですよね、いや、ちゃんとかっこいいウルトラマンがいっぱい出てきて、うん、で、そのマニアの人とかもいっぱいいる、それで声優さん好きな人、声優さんの好きな人もいるし、うん、声優さんじゃなくて本当にウルトラマンが好きな人が一眼レフみんな、うん、男子も女子も持ってこうずっと撮ってる、いい香りで、でなんかも違う文化に触れてすごい充実した夏休みを過ごしたなって思って、はい、これからはこういうドヤ顔ももっと極めたいなって思ってます、そうですよね、はい、ウルトラマンといえばあのジョリーシャポーっていう富士山やりますウルトラセブンさんがやっている喫茶店からウルトラセブンが盗まれたというびっくり事件がありまして、すごい今まで見つかってないですが、あとね、ここの残ってたわさび舐めたら今噛めた、思い出しわさび、思い出しわさびって言うんですよ、思い出しわさび、口の裏側についてたわさびが、はい、まあ、そんな感じのことですよ、はい、セブン、皆さん、セブンを見つけてください、ください、セブンを返して、そう、すごい高いんだって、あれ、セブン盗まれて高いんだよね、高いんですよね、セブンね、そう、セブン見つけたら、あれですよ、きっと、金って、マジですごい、わかんないけど、わかんないけど、見つけて、それで戦国バサラなんか買える、買える、旅行とか行けるよ、怖い、怖い、超層壁、超層壁、超層壁のフルセット買えるよ、四国帰りたい、私じゃ、はい。写真一周した、しましたよ、あ、終わっちゃった、うん、写真のコーナーでした、イエーイ、といったわけで今第2のゲストが現れましたので、じゃあ第2のゲストを皆さんせーのでお呼びしますよ、いきますよ、いいですか、はい、せーの、竹内さーん、ちゃ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 、竹内さん、竹内さん、ほら、アンヌ隊員を持ってきてくれたじゃない、はい、ウルトラマンのことでも、ね、あ、ですね、じゃあ、そうですね、こんぐらいで、やれます。マイク、ピコ？あ、じゃあ、私の使う？一緒にそこで出せてほしい。はい、といったわけで、来ていただきました。はい、こんばんは。こんばんは。ソワコントロール、こと。はい、じゃあ自己紹介どうぞ。香川ハイテックの竹内です、なんかまたお邪魔することになりまして、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、マリゾウ君初めてですね、あ、そうかもしれないです、はい、マリゾウさん初めて、はい、こんにちは、今日は竹内さん何かお邪魔持ってきてたんだって、持ってきました、タメコか、タメコか、ナメコしねか、タメコか、タメコかって言ったんです、食べる、何それ、タメコ、タメコか、前あのお邪魔した時に、はい、フォトブックを紹介しましたね、はい、江ノ島水族館の、すごい、江ノ水、そうです、そうです、これはあのお借りした写真を使って、あの私が編集して作ったフォトブックですけども、
もう実はこういうフォトブックは簡単に皆さん本当もできるんです。で写真はいろいろあればですね、すごい可愛い、この配置とか、それから大きさとか、私これ着たい、それから背景とか、聞いてる？聞いてます。いろいろ自分の好きなようにアレンジできる、まあ、サンプルで作ったんですけども、江ノ島水族館にも常連の人がたくさんいましてですね、まあ、その人たち向けに、全部で30冊ぐらい作りましたね。はい、ただこれ1冊から作れるということもあってですね、今回、編集長からお借りした皆さんの写真、はいはい、まあ、今日いらっしゃる方全員の写真があったかどうか分かりませんけども、作ってきました。おー、わしのおにぎり写真が出ちゃうやん。すごい、おにぎり写真すごい、なんと写真は写真集はい、フジマニガールズコレクションって書いてある。すごいすごいすごい、なにこれ、ちょっとフジマニガールズコレクションと勝手に名前を付けました。いやー、ありがとう、ありがとう。お借りしたのが、まあ、今年の夏だったので、2011サマーと、これ編集長からお借りした写真が400枚ぐらいあったと思うんですけど、そのうちの写真をいろいろ勝手にアレンジさせていただいて、聞いてる？聞いてる？聞いてる？背景を江ノ島の写真を使ってみたり、それから1枚の写真をぼかしてみたり、それから赤い方のジャケットの方は、これは実はソフトが勝手に背景を選んでくれてるソフトですね。で使ってる写真はこの青い方と赤い方と同じ写真を使ってますけども、背景が違うんです。本当だ。それと、光沢仕上がりとマット仕上がりというですね、2つの種類があるんですけども、こっちすごいピカピカしてる。これで、そうです、それが光沢の方ですね。で、これはサンプルなので、これを使って、まあ、今度は皆さんが本格的に作るやつを、ね、サンプルにしていただければなと思ってます。素晴らしい。ちょっとみんな首っかけすぎでしょ。ゆりちゃんすごいかわいい。ゆりのおろ。でもね、確かにフジマニガールズ撮影するときに枚数すげえ撮るんですよ。300枚とか。で、そんなから、もちろんベストショットをフジマニに乗っけてるわけですけど、同じぐらいいいショットって結構あって、それをね、あ、いいですね。こんな風に写真集にできると。そうなんです。実は同じポーズや同じところで撮った写真がたくさんあったんで、どれ選ぶかですね、かなり悩んだんですけども、今回サンプルなのでちょっとご勘弁いただいて、こんな形でできますよというサンプルを作ってきました。でもこれでこれのままでいいから欲しいという方には特別価格でお寄せる人が、ゆりのさん映ってましたね。ゆりの映ってましたね。あ、いいね。赤い色なんだ、これ。そうです。このページは。本当だ、すごい、それ。この写真、この写真をバックにしてます。意外と解像度大丈夫ですね。あ、ちょっとね、拡大したりした写真は、ちょっと荒れちゃったところがあるんですけども、まあ、それはちょっとご勘弁いただきたいなと。そうです、そうです。見開きで、はい。見開きで1枚の写真を背景にこれドラッグドロップするだけでこれができるんです。で背景のこのフェーディングも 33% から 80% ぐらいまで調節できますの でこれはモノクロですけども、これはちょっと江ノ島をバックにしたちょっと春菜さんの写真ですね。なかなか選ぶの苦労したんですけども、若いな春菜、なんかすげえ若い。着物の写真もあったんで、ちょっと可愛いです。もう梶原ゆいちゃんですね、これは。すごい可愛い。富士山商工会社で働いております。で初代第1期生の辻由美さんです。あ、見えない、かわいい。辻由美で、こういう文字も活字で入れたり、それから皆さんの直筆の手書きのやつをスキャンして入れることもできますし、もう好きなようにできます。先日見てもらったメイドさんの写真集はメイドさんがやっぱり自分でサインをしたりしたやつを入れてます。
これはそうですね、あの CD のジャケットの写真ですか、はい、素晴らしい。こんな感じであのお一人ずつの写真集もできますし、1ページ1人でも作ることもできますし、江ノ島の写真もちょっと勝手に入れましたけども、まあ、こんな感じでできますよというのをお見せしたくて持ってきました。素晴らしい。どうですかガールズ。すごいです。いや作りたいです。しい、ね、新しい写真で。新しい写真。ハリニャン全然違うよね。新しい写真。俺おにぎりやんただの。まあ、おにぎりでもこれ、ハンバーガー食べてて、そうなんですよ。美味しいハンバーガー食べてて、で、ハルダの友達かなんかが、どっちがハンバーガーかわかんないなっていう話なんですよね。怒んぞって話ですよね。まあ、笑ってますね。いやもう本当にね、これ幼すぎ、すっぴんに近いもんね、私これ。全然今と違う。ねえ、でしょ、ね、これなんかどうでしょう。すごい。これなんかちょっとともちゃんサマーっていう感じで、うん、サマーですね。そう、かわいい。これもあの背景をあの後ろに白黒 でフェーディングをかけたやつを見開きでこちらコスプレしてるみたいな。でそのちょっと顔にかからないように写真をちょっと配置して、なるほど、この場所とかそれから写真の回転とか大きさとかそれから写真の周りにある縁もですね、色がつけられますし、うん、ね、あの好きなようにできるんですね。やり始めると凝っちゃうんで、今回はちょっと時間かけずに作りましたんで、多少あの、まあ、ご本人してみるとご不満な点も多々あるかもしれませんが、はい、まあ、こんな感じで簡単にできますよと。で仕上がるとこういうようなそのここのタイトルも自分勝手につけられますし、裏もなんかコレクションっていうのが、はい、すごい。写真もですからこういうあの本にするとあのやっぱり全然見方がね、あの違って見えると思うんですね、はい、さあそれでは藤間にガールズコレクション1冊3000円からオークション。オークションが意外と高い、ね、3000円からだからね。3000円からですよ。あーいいんじゃないですか。これはあの4冊作りましたけども、はい、こちらに置いておいてもいいですし、あの藤間にパブリッシャーにあの保管してても結構です。 ありがとうございます、はい、ぜひ使用させていただいて、はい、そうですね、みんなあれだね、藤間にガールズっていう芸能活動してるわけだからサインの一つくらいは書けますよね。ちょっと春菜ですごい顔してさっきのわさびよりすごい顔してるよ。いや本当にこれすごい超かわいい、その右上の、うん、かわいいよね、恥じらいが恥じらいがね、あちゃんの頃だったなあちゃんってなった、もうあんな頃もあったな、本当ありましたね、カニめっちゃ刺されましたけど、これカニめっちゃ刺されたな、本当にね。あ、いいですか、じゃあフォトブックを、はいはいはい、まあ、そういうことで、ね、フォトブックはぜひあの皆さん簡単に作れるんで、うん、ご活用ください。今度やり方をあの見せても構いませんけども、まあ、コダック の, あのサイトに行ってですね、フォトブック作成ソフトを自分のパソコンに取り込むと、あとは写真があればこれができます。うん、はい、できます、はい、でそれをサイトの方にアップしてもいいですし、データをお店に持って行ってもいいですし、あのすごく簡単にできますので、やってみてください、ぜひ、はい、ご不明な点は蚊が入っていくまで、蚊が入っていくまで、はい、竹内まで、ありがとうございます。で今日はもう一つだけあのご紹介したいと思います。もう実はあの今冬物の商品って実はもう我々としては商売始まってるんですけども、うん、まだ暑いですけど、もう冬物の商品は始まってます。ストーブとかですね、はい、カイロとか、うん、あのこの冬に向けての商品始まってるんですが、来年の実は今日ご紹介するのは来年の5月の話です。来年の5月21日に金環日食があるので皆さんご存知でしょうか。金環日食です。金環日食やん金の輪っかですよね。黄金の輪、すごい。この辺でいいですか。あれダイヤモンドリングって、ね、金環日食はあの月が太陽の前を通るときにちょうどその縁があの輪っかになるみたいな、そういう日食の一つですね。これが来年の5月21日覚えた、はい、朝、朝東京地区ではだいたい7時から9時ぐらい、起きてない、起きてない、起きてないのその時間、あ起きてます。が発生します。で今回の通るルートというのはだいたい日本の首都圏、東京から九州、関東とこのルートにあるところは金環日食が見られます。
でこれ以外のところは見られないかというと、ちょっと欠けて見える状態なんですね。ですからこの2本の間に通る地域のお住まいの方は金環日食が見れると。これはあの次は何年後かというのをちょっと調べてこなかったんですけども、まあ、しばらくないだろうということですね。はい、ということで、じゃああと何やるんですかと、あのここで蚊が生えていくかやろうとしているのは、まさかそれを見るための、これはすごい、ワンピースだ。あのプレス発表した資料ですけども、あのワンピースだ。野菜の妖精だ。はい、しました。しました。ね。海賊王に俺はなる。ピクセンというですね、あの天体望遠鏡とかを作ってる会社さんが、これは目にあの優しい日食グラスをあの作ってまして、でハイテックとしてはあのいろいろ先日もあのフォトフレームとかでご紹介しましたが、野菜の妖精とかそれからワンピースのキャラクターを入れた、この日食メガネを、制作しました。でもう実はあの5月、来年の5月向けですけど もう実は受注活動も販売も始めてまして、あの今たくさんお引き合いいただいてます。すごい、あお高いんでしょ、でもお高いんでしょ、こんなにかっこいいのに。ワンピースの、まあ、キャラクター関係で2000円。なるほどね。あの実はこれ、今ワンピースや野菜の妖精、いろんなあのお客様のプライベートブランドのデザインをしてますけども、例えばあの藤間にパブリッシング そのロゴを入れたりとかですね、そういうあのオリジナルのやつも作ることはできます。藤間にロゴ入りのそういう日食グラスは作れます。いいじゃん、できます。マルソリジナルもできる。すごい、まあ、この5月21日みんなで金環日食を見ようっていうのがあって、 そこで同じそのみんなで、ね、日食グラスを見ると、はい、そういうことも可能です。イベントもかできましたね、朝から出勤前とか。いや出勤前って9時、7時から9時ですからね、会社休んじゃおうかなとか思ってるんですけど、電車早くね。あの普通のサングラスとかそれからすすをつけたらあの下敷きとか昔よくやりましたけども、それだけではあの紫外線のですね影響を取れないんですね。ですからやっぱりこういう安全なメガネやグラスをつけて見ていただくようにあの私どもはお勧めしています。で、編集長には、今日来てるかどうか分かりませんが、編集長、工場長が来てます今日。ワンピースのこのワンピースブランドの日食グラスを、5個視聴者プレゼントをしようと、もしくは藤間にパブリッシングの藤間にさんのフリーペーパーの読者プレゼントにするか、藤間にの読者プレゼントに5個提供します。5個応募しよう、はい、ありがとうございます。応募しいですか、応募しいですか、応募してください。はい、身内落としますいやねそれって厳しいわ。もう一つ今も取ってて持ってもらってる野菜の妖精の方は、この間、ちょっとお話ししたクルールさんっていうあのフリーペーパーがあるんですけど、あのヤングママさんのね、あちらの方はお子様の方が中心なんで、あのクルールさんにこの野菜の妖精バージョンを提供しようかなと思います。はい、かわいい、これ野菜の妖精さんだ、ほんとかわいい。落花生、これ落花生なんだ、わかんない今あの開けてもですね、5月、来年の5月なんで忘れられちゃったりなくされたりしたら困るなという気持ちもあるんですが、まあ、我々としてはまあこれをきっかけにあのプライベートブランドで例えば300個欲しいとか、それからあのマルスさんのように例えばお客様にプレゼントされるような企業さんにあのアピールしたいと思ってますので、まあ、ぜひあのこのあたりもご不明な点は蚊が入っていくまでご覧いただければと思います。はい、ちょっとじゃあ後でマリゾーにあのこれをオリジナルで作った場合の携帯を教えていただいて。了解しました、お願いいたします。マリゾーから工場長に言うっていうことですね。工場長に言うな、工場長工場長みたいな腕アームしてるから、これマリゾーのあのボディです。工場長で、工場長この PSP みたいなね、ちょっとこの見せ方が見れないですからね。そうですね、はい、あれですよ皆さん、あの日食が、あトリコだ、皆さん垂れ口、垂れ口かましたちょっと、なので大丈夫日食が、日食が、金環日食でね、全部消えた後にそれがちょっと出る瞬間があるじゃないですか、ちょっと出て、そのが光って、あの指輪みたいに見えると、それをダイヤモンドリングって呼んで、そこでプロポーズしたりとかするカップルもいるんですよ。そんなロマンチックな瞬間が来年訪れるわけですよ。期待しよう、ね、すごい、待ってるよ、期待して待ってるよ言っといた方がいいですよ、これなんで日食グラスを渡して
そうですね。これ何だろうねとか言ってけば。来年5月のこの日食の時にプロポーズする人が増えるんじゃないかという予測はありますね。なるほど。はい、そうですね。せっかくだからそういう時の方がいいですよね。こういういろんなデザインはこちら勝手に作ってみましたけども、こういうので作れますので。はい、おー、いいな。そうですね。ノベルティーってちょっと高めですけども、絶対喜ばれる品物だと思います。そうですよね。ワンピースはね、そういうことで藤森さんに5個提供しますね。かっこいい。ありがとうございます。これワンピース。すごいかっこいい。本当に。めっちゃかっこいい。このアニメートにやってそうだもんね。ね、アニメートちょっと言ってたらかわいい。ガールズ。ロット数はないですか？オリジナルロット数。ロットという意味ではプライベートブランドの方はもう単純に数量割りになっちゃいますから。標準品であればロットあるんですけど、もう実は数量がもうほぼ確定してましてですね、これからですから大口であれば追加で生産することになるんですけれども、はい、もう5月の来年の5月の話でかなりの数量も決まってて、随分先の話だなって話になるんですけども、そのぐらいのちょっとペースで先取りしていくのがですね、うちの会社の商品ですね。はい、はい、以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、そろそろお時間になりましたので、早い。今のわさび事件がいろいろとありましたね。そうか。はい。マルスの班も来たし、竹内さんも来たし、わさびも食ったし。はい、私とわーちゃんだけで。はい。というわけで、皆さん一人ずつ感想を。じゃあ、タイに旅立つ。まーちゃんから。おいしいお菓子ありがとうございました。そしてこのかっこいいワンピースのありがとうございます。私はもらえませんけど、はい、ありがとうございます。はい、藤森的にありがとうございます。では私は無事にタイに行けたらいいなと願ってるばかりです。はい、行ってきます。気をつけてね。よろしくお願いします。タイに行ったら変な日本語 T シャツ、うん、買ってきます。はい、お願いします。お見をつけ、うん、何でもいい。もうめちゃめちゃ変なの買ってきてあげる。めちゃくちゃ変なの買ってきて、うん、でもあれさ、来週の藤森さんは来れるんですよね。4日に帰ってくるからですよね。タイに行って、そう、ね、ちょっと行って、そうそうそう、あれ行って、ね、5日行って、来週来れるんだ。うん、来週お菓子とかジュースとかノシとか全然日本語が書いてある。ほんと、変な日本語シリーズで面白い。あ、や、欲しいね。いいね。あ、はい、みたいね。はい。お茶すごい。はい。向こうのお茶甘いんで。そう。サイパン行った時もそうだった。いっぱい買ってくる。いっぱい買ってくる。うん。そう。じゃあわちゃわちゃ買ってくるね。わちゃわちゃね。お願いしますよ。行きます。いらっしゃい。はい、お菓子ごちそうさまでした。この金環日食をちょっと楽しみに日々過ごそうかと思います、うん、来年まで、そう、来年までね、来年までな、ちょっとね、うん、楽しみに、うん、野菜の妖精思い出して、うん、ワンピースと思い出して頑張る、うん、かっこいいな。あとこれも皆さん、これもぜひ作ってみてくださいね。ね、まずプラクのホームページで、うんうん、アクセスアクセス、アクセス、レッツアクセス、アクセス、アクセス。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。美味しいお菓子ありがとうございました。ありがとうございます。すっげー美味しかった。もうね、なんだろう、もう頭痛くてしょうがないんですけど、わさびって頭痛くなりますか？わさび頭痛くなりますか？ならないですよね。誘発しちゃってます。大丈夫です。でも素敵な素敵なね、アクセサリーもいただいてよかったなと思います。秋、紅葉見たいって言いましたけど、やっぱ秋はそうですね、四国を攻めます。行きたい。香川も行く、ますね、うどんも食う、うどんも持って帰ってきて、攻めたいなって、やっぱり、ね、そうですね、やっぱり私の本拠地なんで、はい、間違いない、チョソ壁っていう、チョソ壁、本当にもう来週からチョソ壁っていう、チョソ壁忘れて、してくださいね。元地下の方がいいですか？長宗壁と元地下どっちがいいですか？長宗壁の方が良くないですか？長宗壁じゃあ来週から長宗壁になります、私。長宗壁って名字なんですか？はい、そうです。
ことは、しかもね、蝶塚さんがいるから、ね、いらっしゃいますよ。一緒に写真撮ればいいじゃん。いらっしゃいます、いらっしゃいます。ちょっと握手してきてください、ね、私も上層壁なんですって、はい、どっちかですとまで言わないと、ちゃんとどっちかですとちゃんと全部言わないと、はい、わかりました。はい、じゃあツイートしてください。じゃあ上層壁さんを持って、はい、で標識とか取ってきて、ね、あ上層壁いた向こうも電話調子だね、調子だね。怖い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 捕まりかねないですか私、はい、うん、花が開かないって怖い怖い迷惑にならない程度にいい、はい、いい旅をしていきたいなと思います。いい旅を、はい、うん、はい、そんな元地下でした。はい、元地下グッドラック。はい、美味しいお菓子ありがとうございました。これもありがとうございました。今日は本当にお菓子もそうだし、皆既日食、金環日食、金環日食もそうだし、本当その自分のこう生活の中で取り入れられるっていうか、取り入れられないんですけど、なんか楽しみにできたり、あとあの指輪お菓子入れる話とかもすごいロマンチックだし、ロマンティックだし、ロマンティック、どっちですか、ロマンチックティックだし、なんか本当にこのちょっと刺激的な1時間でした。すごいだからあっという間に過ぎちゃって、うん、もう過ぎてます ね、うん、そうですね。はい、でもすごい楽しかったです。で来月から9月なので、ちょっとバカンスって名前私もちょっと変えて、何する、どうしよう、独眼流にする、独眼流にする、すぐさ、こういう目丸くする、独眼流にする、独眼流にする、独眼流にする、まさむね、まさむね、なんかあのちょっとなんか考えます、後でみんなで、うん、考えて来月からちょっとバカンスじゃない感じの服にして、ちょっとイメージチェンジを図ります。ね、考えて、考えて、バカンス新しい名前欲しいです。そうだよね、みんなで、そうそうそう、でも独眼流に来る、絶対に独眼流。どうぞ、あと写真見せて、はい、じゃあすごい楽しかったです。また来週もお願いします。はい、ありがとうございます。そして一つ、マリゾーからお詫びなんですけれども、マリゾー、マリゾー実は今、パソコンの画面真っ暗になってまして、何声が見えてない状態で、タイムライン読めなかったのはそのせいです、申し訳ない。工場長、はい、工場長え、どうしちゃったんですか。多分バッテリーがないんですか。バッテリーがない、分かんないですけど、ちょっと後で直してみます。すいませんでした。はい、って言われました。はい、また来週ですよ。はい、というわけで皆さん、カメラに向かって、はい、また来週、はい、こっち、こっち、また来週、バイバーイ。この街に